はい、こんにちは。札幌占い美容室の山下です。今日は、俺さんがあとパッツンボブですねにしたいということで、前髪はめっちゃ迷ってましたね。切るかアシンメトリーにするか切んないか、さあどうなんでしょうか。途中で変わるんでしょうか、ちょっと分かんないですけど、色は、仕事柄ブリーチができないのでブリーチしないでメッシュのアッシュグレーみたいな感じですね、はい、にしましょう。ここ巻いたらちょっと上がるんで、ひとまずこれぐらいにしておきましょうかね。いいですか。はい、はい、で、ここで裏技がちょっとあってで、ちょっと顔周りがシュッとこう収まってボブ、顔周りが少しこう奥行きが出た方がいいんで、こっちの方がで、この辺がタイトになった方がバランスが良くなりそうなんで、ちょっと細工をします。で、小顔バング作る時の細工なんですけど、これもね結構動画でやってるんですけど、大体ここを丸くちょっと取ります。はい、グッとこう噛んだ時の筋肉の位置ぐらいに、人によってちょっと違うんですけど、ここをちょっと立って、で、バングの延長線上で、彼女の場合ちょっと下げた方がいいと思うんで、通常ここなんですけど、ちょっと頬の下ぐらいに下げます。重さのウエイトの位置をで、この位置の中に縦に取ったこの中側にちょっと短い毛を半分だけ入れます。ちょっと意味が分かんないかもしれないですけど、ここに入れることによって外側には見えてこないんですけど、ちょっとタイトになるんですね、前髪が。ここがちょっとタイトになって、よりここにストッとこう入りやすくなります。で、ここで外羽あるとまた可愛いかなと思うんで、ちょっとそうします。で、こっちも同様に、ちょっと上よりもこの辺の方が可愛くなるので、こっちも同じようにちょっと取ってあげて、縦ですね、絶対表に出ちゃわないように縦で取って、彼女の骨格に合わせてあげて、この辺に同じぐらいの量のセリングと、これ表面取ってませんので、ちょうど頬骨のところで収まるようにしてます。これでちょっと顔周りがちょっとタイトにこうなって、うん、ちょっとなったでしょ、うん、そしてここ前髪がちょっとこれカール入れるともっと顔が悪くなるんで、あとはなんかとかで、ちょっとまた変わってきそうなので、こんな感じで変わるかなと思います。あと結んだ時の感じが一応あれですよね。そこは後でまたどういう風になるかっていうのを確認しつつやりましょう。あんまり切るとこないんじゃないんだよね。あと、そう、今日みたいにこうスタイルがもう軽くなっちゃった、すいちゃったっていう場合は、これ細かい作業なんですけど、束を取って、そこにブランドをちょっとずつ入れてっていう方法があります。で、この時取る束っていうのは、小指1本ぐらいの束をちょっとずつ取ってあげて、下でブランドを入れて、すごい長さが違う感じのパッツンにしていってもいいですね。で、ここにブランドを入れるってことは、足し算なんですね。あとは引き算が一見多い感じはするんですけど、足し算も多くて、こういう軽い場合は毛先にブラントカットを本当ミリ単位で入れていけば、だんだん毛先が主張してくるので、ちょっと上品っていう綺麗なラインに変わっていきますので、今日みたいな感じだとちょっと入れた方がいいかなっていう感じがあります。なので逆にそぎというよりは足し算で、ちょっとずつブラントを入れていきます。ブラントカットをちょっと入れてあげるっていう感じですね。まず、こちらカラー剤なんですけど、これを根元になります。で、ワンプロセスでメッシュグラデーション、グラデーションメッシュ と、カラーを同時にやっていくんで、のやり方です。同時進行でやることですね。2プロセスじゃなくて1プロでやります。で、これまず根元を塗るんですけど、はい、まあその人によるんですけど、根元の大体お
センチぐらいを1回塗っちゃいます。で、ブリッジは使いません。一応ですね、あの根元は開けて縫ってます。このような感じでフォームアップしながら5センチのリタッチを塗っていくような感じですかね。こんな感じで。まあ、上からじゃなくても全然リタッチ大丈夫なので下から縫っていっていただいても大丈夫です。あ、それは言われますよ。分かりやすい。はい。あ、本当。なんかよくブリーチしてるって言われるくらい。あ、本当ですか。はい、はい、明るくなっ、あ、色が結構あれだね、鮮明に入っちゃうのかなかもしれないですね。はい、パーマもかかりづらいんじゃないかもしれないですね。いや、なんだろう、パーマがかかりづらいっていうのは結構かからないとかってあるじゃないですか、はい、実際それかかんないんじゃなくて薬剤があってなくて逆に弱い方がかかるとかあるんですよ。なので多分薬剤のスペックが高すぎたりとか合わなかったりしてたんじゃないかなと思うんで、薬剤あれば全然弱いのでも全然かかる髪だと思うので、うん、多分その設定が合ってなかったかなという感じが、かなり弱いのでいけそうな気がしますね。ここだったら多分弱めで、でも全然かけれる自信があります。うん、強くすると逆になんかチチってなっちゃって、あの残念な感じになっちゃうんですよね。あれが結構きつい。結構きついですよね。なるほど。そう。結構。かかんないからってやってどんどんやってたら逆に実は弱い口にかかったのにっていうことが結構実は多くて、うん、で切って3回かけ直してくれた。ああもうそれダメだったな。3回かけ直した。かけ直したこともあります。で、あ、かかりにくいんだなって。いや、かかりにくいんじゃないんだと思うんですよね。取れちゃうというかなんか、なんかやり方とか感じに、まず根元を塗りますよ。はい、根元を塗りました。はい、じゃあ1回置いといて、根元を塗ったら置いといてバックから入っていきます。これはもう連続で入っちゃう手術なので、よいしょ、何をするかというと、こちらですね、ブリーチ剤じゃないですよ、ライトナーですよ。ライトナーのにあるものを入れて作っております。で、このライトナーでちょっと今度メッシュを入れていきます。ほとんどこのネープの方のメッシュっていうのが、あのこのパッツンボールのが全く分かりませんので、この上から入れても大丈夫です。ちょっとそれには理由があったりもするんですけど、根元は、今回は2センチ開けます。センチ開けて塗っていきます。はい、こんな感じでスピーディーに、まだ毛先もねこの先塗らないとダメなのでちょっとスピーディーにやっていきます。あんまり今回は根元攻めません。毛先の塗布量はしっかり塗布していきます。結構楽な感じですね。はい、リパレットを使って、まあ、いつものね、このリパレット、そろそろちょっと新しいの作ろうかなと思ってるんですけど、あんまり根元攻めずに、根元はおけを寝かせて、片面だけ塗るようになりますね。はい。で、なぜかというと、ボブの場合、ほとんど中出てこないので、あまり根元の方攻めても意味がなかったりするんで、あんまり攻めないんです。で、あの根元はちょっとね、ハケをこう寝かしてこのような感じでズドンと簡単な感じに塗っていきます。こんな感じです。こんな感じですね。はい、そして根元はあんまり攻めないで毛先を塗ります。こんな感じ。
これで根元と、メッシュがね今後ろを割ろうとしてますけど、はい、まあ、色混ざるんじゃないかっていう感じがあると思うんですけど全然大丈夫です。でこんな感じに、はい、シャシャシャっとやって根元はあんまり攻めないで毛先とこう、そして表面はだいたい指3本分ぐらいの、うん、2本から3本3センチから5センチは入れません。これで終わりです。ここは入れなくていいです。で今度サイドを入っていきます。ちょうどこうギリで、ここを入れていきます。結構だからあんまり入れるところで、ここで1個ポイント、顔周りの1個目絶対拾わないでください。顔周りのところ1個目絶対拾わないようにしてください。でこのまま根元をやってドン。でこの顔周り1本目をやるとなんか古臭い感じになっちゃうんで顔周り1個目は拾わない方がいいですね。でスイーリングして、で顔周りを拾わないで手前で、根元はあんまりちょっとついてるかついてないかぐらいで毛先にドンって感じですね。はい、顔周り入れないでこのまま根元少しつけてこんな感じです。はい、でこれ今鉢のラインのちょっと上ぐらいかな。もうここ入れません。あとでちょっと仕上げ最後見てやっていくって感じですかね。はい、で今度逆サイドを入れていく感じです。なんですごい楽です。中の方だけ入ってる感じ。狭っ押します、移動します、移動しますごめんなさい、中を入れていきます。顔周り拾わないでドン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 、メッシュを入れて根元の方は攻めないで、伸びてきた時に結構あまり攻めるとなんかちょっと変な感じになっちゃうんで、側はもしかしたらあまり入らないかもしれない、パートの関係上。で顔周り拾わないで、と入れる感じです。でリパレット根元はちょっと開けて、根元は向け絶対寝かしてください。で毛先を噛むって感じで、ここでもう終わりです、はい、と思うんですけど大丈夫ですか。はい、はい、でこの状態で今この表面の毛をちょっとコーミングします。はい、ここはまだやってない、根元の薬をちょっと伸ばす感じでコーミングして、ここにちょっとですねデザイン的な感じにちょっと入れていくような感じです。コーミングしてちょっと見ながらですね、で根元はもう入れなくていいので鉢から下ぐらいにちょっと入れていくような感じです。実際ここも染めてますので、ちょっと細めで入れる感じです。ちょっと慎重に入れましょう。この辺はこの顔に今日のスタイルの顔になってくるので、ちょっと表面にくる感じを鉢下ぐらいにちょっと入れようかなって思います。撮影終わりました。で、ありがとうございます。早っ。ありがとうございます。はい。バッツモブにして、同時進行でやることにして、同時でワンプロセスでブリー、ブリーチじゃない、ワンプロセスでブリーチなしのハイライトメッシュを入れて、同時進行でカラーを入れて、
あとカットはパッツン系のボブにして、前髪は長かったんですけど足目の足目バンドに切りました。はい、ということで、終わりたいと思います。皆さんチャンネル登録お願いいたします。はい、ではバイバーイ。